よろしくお願いしますね。プラチナキャッツのコーラスリンです。今日もイブニングミュージックよろしくお願いします。この番組は武蔵小杉駅より徒歩2分、武蔵小杉タワープレイス内サテライトスタジオより生放送でお送りしております。 YouTube でも、あ、 YouTube じゃない、 Ustream でも同時生配信してますので、ぜひ皆さんドリームキングダムで検索して、ぜひあの生放送の映像もご覧ください。今見てる方いらっしゃいますね。ありがとうございます。さあ、3月に入りました。昨日ひな祭りだったんですね。もう全然なんかひな祭りの日の字もないぐらい、ちょっと今ねプラチナキャッツバタバタしてるんですよ。ちょっとねメンバーがですね、このラジオにも何回か出演したアスカが今ちょっとね緊急入院していてですね、ちょっと今頑張って闘病生活送っておりますので、ぜひ皆さんアスカにもね応援送ってください。よろしくお願いします。さあ、でもねラジオはいつも通りテーマ、トークテーマね、その、トークテーマについて、やっていって、リクエスト曲も流していきますので、ぜひ皆さん最後まで聴いてください。よろしくお願いします。今日は、1992年の曲をリクエストしたのか。なので、ちょっと1992年のことについてちょっとお勉強しましょうか。1992年の出来事、日本人宇宙飛行士、毛利衛さんが宇宙へ出発した年です。なんかすごい、なんか前の出来事のようなんだけど、1990年代なんだね。で、バルセロナ五輪で、14歳の岩崎恭子さんが金メダルを獲得した年。水泳のね、平泳ぎ、すごいね、最年少で取ったんですね。で、国民的漫画家、長谷川町子さんが死去した年でもあり、歌手の尾崎豊さんが死去した年でもあるんですね。なんかすごくね、芸能界も動いた年ですね。で、人気バンドチェッカーズが解散した年でもあります。そんな年ですね。でね、流行語っていうのがあって、この1992年に、流行った流行語が、就職氷河期。あったなーって思った。あったあった、就職氷河期。そして、ドタキャン。今すごいなんか、メジャーでね使ってるけど、ドタキャンはこの年に流行って浸透した言葉でございます。はい、ということで、そんな1992年の曲を今日流していきながらトークテーマについて盛り上がっていきたいと思います。さあ、それではプラチナキャッツの曲をここで一曲聴いていただきたいと思います。ちょうどもうすぐで1年かな、去年の4月にダウンロード配信限定でやりました。聴いていただきましょう。プラチナキャッツでハイライト。いいね、オンタイム。いやね、さっきね、冒頭でも話したんだけど、メンバーのね、キーボードのアスカがちょっとね、緊急入院したということで、もう手術も2回したのかな？おととい手術やって、昨日はね、だいぶ、昨日おとといはだいぶ痛がってたけど、今日はね、まだちょっといいみたいです。なんか、ご両親も熊本から、来ていただいて、やっとご両親の前で本人も安心してましたね。順調にね、回復すればいいんだけどね。今日のトークテーマは日常あるあるですよ。あるよね、なんかこう、私もラジオブログでちょっと例を出したけどさ、なんか何もしてないのに警察官見るとちょっとドキドキしちゃうみたいな。
そういうなんか日常のちょっとしたあるあるを皆さんね、お便りいただいたんで今日紹介していきたいと思います。ちなみに髪切ったんですよ。わかる？今ね、ちょうど胸あたりなんだけど、切る前は私ほんと腰過ぎてもお尻につくぐらいあるんじゃないかっていうぐらい髪が長くて、先月バッサリいきました。20センチぐらいね。結構ね、切ってなんか似合うよって言ってもらえてちょっと嬉しいです。今日のテーマ、日常あるある。いや、あるある何かありますか、王子？日常、うん、そうだ、何もしてないのに景観見るだけでドキドキしちゃう。いつ自分が花粉症になるか恐怖毎日いつ発症するかそこ、いや、発症しない年もあるの、うん、あ、何なってんの、うん、なってる時とならない時と毎回ならないから、うん、今年はまだなってる。私怪しいんだよねそれなると、うん、もうずっとなんか匂いが分かんないようになっちゃうし。まあね、そうだよね。それ日常あるあるなの、それ。そうだから前、春になるとあるあるみたいな。そうだから、杉が多いか少ないかを動くテレビに出て今日は多いのか。やっぱ東京はなんか、なんだっけ、栃木とか群馬が杉が多いんでしょ。まあ多いです。でそっからなんか流れてくるから、東京に上京して発症する人多いって聞いた、うん、え、私そのパターンかなと思って。まあ大丈夫な人ダメな、まあ大丈夫な人も、でもなんかいつ、みんなそういうのを持ってて、いつ出るか出ないかって言ったけど、そうそうそう、それがなんか恐怖だなって思う。そうだよ、うん、いや私もだいぶ来たなとか思っちゃった。そう、目が勝負しました。いや今日もほんと鼻がもう水のように出る、うん、で鼻声にならなくてよかったなと思って。でみんなよく、あの社長、なんか鼻水垂れてますか？冬と春はよくあるパターン。気がつかない。冬は、ま、感覚麻痺して分かんないんですよ。あ、またポスター変わったね。いたたたた。皆さんさ、花粉なのか、コンタクトが合わなくなった。お聞きいただきました、ブラズナキャッツでハイライトでした。ありがとうございます。さあ早速今日のトークテーマに参りましょう。今日はね、ちょっといつもと違うパティーンでございますよ。今日はトークテーマ、日常あるあるを募集しました。この日常の些細なこと、 あるある、わかるわかるっていう皆さんのあるあるを今日はたくさん、一人いくつでもいいから、なんかすごいあの送ってくださいねって言ったら、結構皆さんね送っていただいて、今日はできる限り紹介していきたいと思います。早速参りましょう。ラジオネーム、ご機嫌リリーさん、ありがとうございます。とんがりコーンを指にはめる、あるある、絶対やる絶対やる、子供の時そのまま食べるそしてリンスとコンディショナーの違いがわからない。あのね、私もね、これ気になって、何なんだろう、そんな、何だろう、ちっちゃい頃はリンスって言ってたの。でも最近なんか見るとコンディショナーって書いてあるじゃん。この違い何なんだろうって思ったことあるんだけど、解明したことはないね。誰か教えてください。これなんか違いがあるのかな？コンディショナーとトリートメントの違いはわかるよ。リンスとコンディショナーの違いは確かにわからない。次。出かけた後エアコン消し忘れたか不安になる。ある。あるある。皆さんね、に戻る派、戻らない派？私ね、戻らない派結構ねギリギリにね家出ること多いからね、あの戻ってたら間に合わなくなっちゃうから、まあいいやと思って出かけて、だいたい消してる、だいたい偉いけど、だいたいでも私はトイレの電気がついてるそれはちょっとがっかりする。最後、牛乳パック開けるとき、紙一枚で失敗するときがある。あるんだよね、年に一回ぐらい。年に一回ぐらい、なんかこう、牛乳パック、こう、開け口じゃなくって、私、違う方から開けちゃって、綺麗に開かない。いやってくる。あーって。そっから開けるのが大変。
よくあります。ありがとうございます。ごきげんリリーさん、納得の日常あるあるでございました。ではリクエスト曲いきましょう。1992年の曲ですね。牧原紀之でもう恋なんてしない。懐かしいこの曲、結構好きこの曲。マッキーね、いい曲書くよな。私の日常あるある何かな。さっき大抵トイレの電気がついてるんだよね、帰ったら。結構3日に1回ぐらいついてるんだよね。なんでだろう、消したつもりなんだけどね。よくあるな。あと何、すごい私忘れっぽいの、忘れっぽいっていうか忘れ物が多くって、玄関に大事なものは結構これ忘れちゃいけないっていうのは前日の日にね、玄関に置いてるの、ちゃんと玄関に置いてるにもかかわらず忘れる時がある。ない？皆さんない？あるんだよ私。置いてるのに忘れるって、もうその後どうすればいいの？こうドアのなんかさ、自分の目線のところのさ、玄関に貼ってればいいのかな、何々持っとかみたいな。最近ボケボケでね、ちょっとダメなんだよね。この前ね、全然日常あるあるじゃないけど、車で移動する予定があって、家からゴミ出しをしようと思ってゴミを持って出てったのよ、ゴミの袋をね。そしたらその間にゴミのね置き場があるのに車まで持ってちゃって、家までまた戻るっていう羽目になったこともある。さっきポケポケなんだよね、ダメだな。はい、それではどんどん行きましょう。ラジオネームアリンコさん、日常あるある、ピーマンの肉詰めを作ると肉とピーマンがセパレートする、あるあるって言いたいけど、リンちゃんご飯料理しないんでわかりません。料理しないんでわかりませんけど、きっとセパレートするんでしょうね。電子レンジで温めるときにチンするっていう。確かに言わない。でもね、思った、うちの電子レンジチンじゃないね、ピーっていう。前さ、ほらつまみで回す電子レンジはチーンって言うけど、確かに今時の電子レンジはピーとか、なんかこう軽快な音楽が流れるようなのあるよね。確かに未だにチンするって言っちゃう。爪楊枝と綿棒のケース落とした時の絶望感が半端ない。わかる。私この前爪楊枝やっちゃった。もうね、戻すの嫌になっちゃって捨てました。もう戻したくない、わかる。メイクしてない時に限って知り合いにばったり会う。あるのかな、あるのかな。私大抵メイクしてるからな、なかなかないかもしんない。寝ぼけたままトイレに行くとたまに便座にはまって旦那にチッってなる。これ夫婦あるあるなのかな。確かにね、男性はね便座を上げてねおトイレするからね、確かにね、ハマる時があるかもしれません。ありがとうございます。さあ、それではリクエスト曲いきましょう。中山美穂&ワンズで世界中の誰よりきっと。ああ、これも懐かしいね。これ1990年代に入るとやっぱり私も10歳ぐらいになってるから大体の楽曲わかる。ミポリンかわいいよな。うちのお母さんがミポリを絶賛してた。超かわいい。電子レンジで温めるとき電子レンジでチンしてって言う？聞いてないの、おじ。え？電子レンジでチンするって言う？今でもチンって言わないよね。いや、ピーだよ。違う違う。電子レンジ自体。
きとかじゃない？違う？なんかあら見学あ、見学者ありがとうございます。平気なんで喋って。ありがとう。あ、今 YouTube、Ustream では流れてます。あと YouTube でも。あと丸いですね。さあ、今日はどん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 バリ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 いきますよ。次行きましょう。ラジオネームタイガーさん、ありがとうございます。押しボタン式の横断歩道だと気づかずしばらく待つ。あるあるある。ない？あるある。私結構それで、あのメンバーに怒られる。押してないじゃんってある。結構ある。気づかない。あとトイレットペーパーを補充するとき、反対回りにつけてしまうときがある。直すのが面倒だからそのまま使ってしまう。これはない。私これ結構、私自分でちゃんとチェックして入れるんだけど、しかも多分反対だったら直しちゃう。ちゃんと元通りにしちゃう。なんかそのまま使うの気持ち悪い。使いづらいし。これはないですよ、タイガーさん。次、電車に乗り遅れると思って駅まで走ったのに電車遅延でホームで待つ羽目になる。ある。私これ結構ある。すごい一生懸命走るの、あ間に合わない、50分の電車に乗りたいのにって言ってギリギリ着いたと思ったら電車遅延でーすみたいな。ほんと損した気分になる。私の走った分返せって思う。次行きましょう。鍋のままインスタントラーメン食べる。ない。これはない。ちゃんと私丼に入れます。インスタントラーメンはよく食べるけど丼に入れます。これ男の人なのかな、タイガーさんは。結構なんか男の人の一人暮らしあるあるなのかな、これは。タイガーさんの最後、高速道路の ETC のゲートが無事に開くか毎回ドキドキする。あのね、 ETC 使ったことないんだ私。この気持ちがわからないけどドキドキするのかな。運転はするんだけどね。え、ドキドキする？そうなのかな。ありがとうございます。それではリクエスト曲いきましょう。鈴木雅之、もう涙はいらない。あったね、こういう曲。私この曲もっと前かと思ってた。1992年じゃないと思ってた。80年代かと思ってた。なんかそこにお酒なんだ。私のかな。なんかここにお酒あるんだけど。そうそうそう。なんだ。日本酒？日本酒。泡盛だって。危ないね。あれ飲んでいいのかな。ダメだよ、何やった。なんでしかも3本あるんだけど。一リッサン一リッサン見学の方と一緒に飲もうかな。え、何次回からじゃあ、へえ。さあ、この曲いったら勝手にランキングのコーナーいきますよ。今日1992年の曲ですからね。勝手に私がランキングして、ちょっと面白いやつも今日は交えたので楽しみにしててください。あと一人読みたかったな。今読んじゃう。ラジオネームローズマリさん、日常あるある。消しゴムを最後まで使ったことがない。使った記憶ないなぁ。ないよ、ね、絶対余る。どこ行ったんだろう。余ってなくなっちゃう。そう、絶対なくなるんだよ。わかる。割り箸が綺麗に割れないと何気に悔しい。あるあるある。あるある。何回も割る。そう、何回もあの、持ってないよ。目玉焼きの食べ方にはこだわりがある。ある？ある？なんか、マヨネーズ派とかソース派とか醤油派とかそういうことかな。両面焼く派。あ、そっち、うん、両面焼くって珍しくない？なんかね、そんなに生っぽいの嫌い。あ、そうなの。私絶対ね、生卵は食べるんだけど、白ご飯と一緒に食べたい派。マヨネーズとお醤油かけて。え、そう、醤油で十分じゃん。マヨネーズがいるよ。さあ、りんちゃんの勝手にランキングのコーナー参りましょう。イエーイ。さあ、今日は1992年の曲をリクエストしたということで、その中から勝手にランキングしました。早速いきましょう。第3位、トンネルズでガラガラヘビがやってくる。
これめっちゃ懐かしいんだけど、これ3位に入れちゃった。私が9歳、9歳の時普通にテレビ見せてね、そう、見てた。久しぶりに PV 見たよ、これ。仮面ノリダーあった、チビノリダーとかあったね、懐かしい。面白い。あれ今 DVD とかになってんのかな、なんか見てみたいな。本物だ、本物だあったあったねめっちゃこっからした青いやつでしょ。あった、懐かしい。1990年代に入るとあーっていうのあるね。80年代はね、結構もう記憶がおぼろげだからよくわかんないのよ。曲聴けばわかるのとかあるんだけど、あったなみたいな。めっちゃ久しぶりに聞きました。第3位入れちゃいました、ありがとうございます。それでは早速次第2位いきましょう。 Dreams Come True 決戦は金曜日。これこの年なんだね。これこの年なんだ。これね、ドリカムはね、私ね、お姉ちゃんが大ファンなんですよ。なのであえて入れさせていただきました。入れたってやったよ、お姉ちゃん。入れたったで、ね、でも2位だよ。私はこれより好きな曲があるんだでも結構カラオケ行ったら歌ってたな、これ。他にもね、いろいろあったんだけどね、この年に発売された曲なんだったかな。が全盛期かな。サザンオールスターズさんとかもね、有名な涙のキスとかもこの年に発売された曲ですね。あと米米クラブの君がいるだけで、これも1992年に発売され大ヒット。ランキング、正式なチャートのランキングでは、年間だと米米クラブさんの君がいるだけではダントツ1位でしたね。ただし私はあえてそれを1位に持ってきておりません。なんでございましょう。多分みんなわかると思います。結構ね、今日リクエストいただいた曲とか、このランキングに入れた曲ね、結構ね、一番のサビ終わりまでだいたいこれ流すんだけど、ちょっと今回長いね、サビ終わりまでが。だいたい1分半ぐらいなんだけど、2分超えてきております。特にこれとか2分20秒ありますからね。トーク時間その分ちょっと短いけれども、まあ今日はね、曲は楽しんでいただこうという感じで、いきましょう。いい曲ですね。これね、私も好きな曲です。カラオケで結構歌ってました。それでは、第1位いきましょう。ビーズで、ローイン。これ好きなんだよね。ビーズはもう全盛期だからね、私の世代ね。まあ今もね、トップで走り続けてるけど、この1990年代のビーズ好きだな、私は。さあ。ビーズが終わったらあっという間にエンディングですよ。ちなみに最後、そのラジオネームローズマリさんの日常あるある、あと2つあるんです。寝ながらスマホいじってたら顔にバーンって落ちて心臓止まりそうになる。あるー、結構な衝撃、はっってなる、はっってねなるで、結構痛いのよ、それが。はってなる。最後。
これもわかる私。手を箱の中に入れた時にティッシュがなかった時の絶望感。おいってってなる。最後最後ってなる。わかる。はい。あります。ちなみに昨日私はその出来事に遭遇しました。ない。ストックまで取りに行くのがめんどくさいんですよね。という間にエンディングです。それでは告知をさせてください。プラチナキャッツ3月はですね、1、2、3、4、4本ライブがあります。4本のうち、まとめて 2days が2回なので、いつも土日土日で行きましょう。3月12日土曜日、埼玉県行田市でライブさせていただきます。カフェ環境というところですね、ライブさせていただきます。そしてその次の日、3月13日日曜日、自由が丘グランチェルトというところでライブさせていただきます。初めて行くところです、この2日間は。ぜひ皆さん見にいらしてください。そして3月20日日曜日、横浜クロスストリートでライブさせていただきます。去年の6月ぐらいにやって以来なのかな、久しぶりですね。そして翌日、祝日ですね、3月21日日曜日、月曜祝日の日に藤沢ギグスというライブハウスでライブさせていただきます。ここも初めて行くところ。3月は4回中3回が初めて行くところですね。ぜひ皆さんいらしてください。詳しくはプラチナキャッツのブログホームページをご覧ください。プラチナキャッツとカタカナで検索すれば、どっちともビヤーっと出てくるので、ね、クリックして見てください。お願いします。さあ次回のテーマ、あ、次回はですね、4月1日金曜日、エイプリルフールなんですよ。これ何、ラジオで嘘ついていいってこと？それはダメです。ダメですって怒られちゃった。4月1日金曜日、同じく6時から生放送です。テーマ、あなたの続けていること。もう些細なことでもいいです。あなたが今密かに続けていることを教えてください。そしてリクエスト曲は1989年の曲を募集します。どちらともラジオネームを添えて pc_radio1@yahoo.co.jp pc_radio1@yahoo.co.jp までお寄せください。皆様からのお便りどんどん募集しております。さあそれでは3月も皆さん元気で元気で参りましょう。また4月1日、エイプリルフール、お会いいたしましょう。お相手は、プラチナキャッツ、リンでした。危な。大丈夫。大丈夫。記念写真。